はい、岡崎グリーンメンテナンスの岡崎です。今日はですね、ゴルフ場とはちょっと関係ないんですが、前の台風の影響で、田んぼの中に土がね、入り込んじゃって、田んぼの周りの土がみんななくなっちゃったんで、それの今土を補充しながら、周りの、ね、土手を作っている、作業をしております。で、今土ちょっとね運んでもらいながら、このユンボでね、今このように、押し固めて作業を、行っています。まあ、こういった感じでね、まめに、こんな感じで、今日は作業を行っております。で、まあ、ゴルフ場ですと、あのバンカーの中のね、水排水が悪くなっちゃったとか、フェアウェイのね暗渠排水が、ちょっとダメになっちゃったとかね、そういった、作業もねあると思うんで、まあそういう作業も行っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上になります。